メラです。セリです。アリアです。ミンク、ラテ、リリ、始まるよ。イエーイ。今回はやってきました、久しぶりのかくれんぼです。イエーイ。メラさん初めて、初めて、初めて、あれ今回はこの4人でかくれんぼしていくということで、うん、めっちゃ楽しみなんですけど、使っていい回数が1回と6回とあと14回の3回数ですね。見つからなければもう何したっていい移動してもいい、移動してもいいし、とりあえず隠れて鬼に見つかったらダメって感じですね。はい、今回の鬼はノータさん、カメラマンさんがやってくれるので頑張って逃げよう、うん、頑張りますじゃあそれでは行きたいと思います。どうぞ。はい、もう歩いてるって寒い寒い寒い、広くていい感じよ。え、え、やばくない？え、見てこれ。え、どうしようどうしよう、マジ隠れなきゃ。でも今日雨なんですよ。こういう時に、え、しかも超すぐれしい。え、え、怒った、開けていい？隠れた場所がないのです。全然ない。皆さん、見えますか？真っ暗にしちゃった。隠れるといいな。みんなを探しに行きたいと思います。で、今ここ始まったところが1階なんだけど、1階にはいないかなということで上に向かいます。とりあえず、上から行きます。あ、待って、なんか誰か来た気が。どうしようどうしよう。あ、待って、これ上上がってるよ。このでもなんかこの上部屋みたいな感じだった。14階に着いたんですけど、人がいる？待って、ここの下とかいそうじゃない？あ、入れない。下あと2人。じゃあ6階に行きます。レア最後だよ。え、レアすごい。ということで全員見つけました。1位はレイラでした。最初に見つかったのがアリアとユズハで、セリを見つけてレイラが見つかりました。2回戦目する？したい？やる？じゃあ2回戦目せーの、スタート。どうしよう。なるほど。
え、ここ探しに行きたいと思います。今6階にいるので6階から探していきます。次4階に行きます。みんないなくて悲しい。誰かいる？ゆず！こんなとこいたの？待って、ちっちゃ！ゆず、見つけました。よし、ゆずと一緒に他のメンバー探していきます。外の光です。すごい外、自然光綺麗で見える？どうしてるの？え？あ！優勝でーす。イエーイ。楽しかったよね。めっちゃ楽しかった。でもなんかもうドキドキハラハラ、もう音がすごいビクみたいな。本当そのスリル感がすごい面白かった。初めてのかくれんぼ楽しかったよね。楽しかった。まあまた次もねできたらいいですね。うん、はい。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。